A さん、今回ですね、合宿決済ありがとうございます、確認させていただきました。もうすでにですね、詳細メールの方は、送ってますので、集合場所だったりスケジュール感はもう大丈夫だと思いますので確認いただいて、プリントアウトするなり、2ヶ月後なんで、で僕もこれからなんかメール送るとかないので、一応2ヶ月後ですから忘れちゃう場合もあるかもしれないので、リマインダーみたいな形で近くになったらまた詳細のご案内はさせていただきますけど、今日送った内容をしっかり確認していただければなと思います。はい、で、お問い合わせでですね、自分の夢と目標を明確にしたいっていうことなんで、できればですね、今時点で明確に、なんか2ヶ月後明確にする、合宿に参加して明確にするんじゃなくて、今明確にした方が僕はいいと思います。で、じゃあその自分の夢とか目標に関しては自分が決めることじゃないですか。なんか僕たちが決めることじゃないですよね。A さんの夢目標を僕たちが決めることはないと思うんで、それは今現時点でできるはずです。じゃあその夢と目標を決めて、明確に決めて、あとはじゃあその大事なのが、これちょっとノートとかに書いてほしいんですけど、これ必ず期日を設けるってことです。要は自分の夢とか目標に対して、いつまでに達成するっていうことを決めることによって、じゃあこの区間でこれを達成するために何をしなければいけないのかっていう逆算して考えられるんで、だから必ず夢目標には期日、賞味期限をつけてください。賞味期限、これがめっちゃ大事です。で、僕の場合は人生、大まかなんですけども、今こう商品やサービスの方を販売してます。ただ、40歳になったら久保さんと同じようにその FX とかね、投資をやるって決めてます。じゃあこのスパンはどれぐらいなのかっていうと10年ですね。僕は10年がかりで、FX をマスターする、投資家、トレーダー、投資家として、もうそれだけで飯食っていける、それだけで1億とかね、こう作れる、運用できるっていうぐらいまで10年かけてやるっていうのを決めてます。いつからいつまで、40歳から50まで、で、最初の段階では投資だけで飯食っていけないと思うんで、引き続き、コンテンツ販売もちょっとすると思いますけども、徐々にフェードアウトしていくと。だから60、70になったら、今バカバカ動画とかもアップしてますけど、動画を撮り続けますけれども、今とは違うスタイルになると思います。で、商品の方も、販売もしなくなるだろうし、で、あとは50からは、僕はその40から50までは FX で、50から60の10年間は、不動産ですね、不動産投資だったりとか、利回り、久保さんも今回海外行ってその銀行に預けるみたいなのやってましたけど、50から60まではそういうその、人に投資するとか、国に投資するとか、これから発展途上国の、国に投資する、やっぱ軍資金がないと増えるのも増えないですから、そのコンテンツビジネスプラス投資で増やした軍資金をもとに、50から60の間にどんどん投資していって、あとはもう60からは本当に何もしなくてもお金が入ってくる。要は年金僕ないんですから、その年金を自分で確保するみたいな感じですね。僕の場合は会社から年金あるか、すいませんね、でも年金もらえるか分かんないですね。そう、なんかその退職金とかないので、だから老後のことを考えないといけないじゃないですか。だ、老後は自分、国からもらえるのかもらえないのかわからないですけど、一応払ってますけど、年金払ってますけど、もらえるかわかんないじゃないですか。だからもらえなかったとしても、もらえなかったとしても、その利回りでこうちゃんと入ってくるような仕組みを60から死ぬまで作る。だから多分60から80まで、80歳まで僕が生きれば、60から80までの区間って20年もあるんですよ。じゃあ今こうアクティブにできてますけど、60から80のこの20年間アクティブになんかビジネスできるかっていうと、僕はあんまできないと思うんですよ。だから60からはほぼ何もしなくてもお金がこう入ってくる仕組みをこう作っちゃうっていうのは決めてます。で、20年間はもうそのスローライフじゃないですけど、隠居ですよね、久保さんみたいなっていう、なんか大きいスパンですけど、人生計画とあと期日、ここまでやるみたいな、僕もやってます。それに向けてですね、
ゃあ何をしなければいけないのかに関しては、まあ、合宿でもお伝えできますし、あとは今久保さんと僕がやり取りしている動画からも、汲み取っていただけることができるんじゃないかなと。もう40個以上撮ってますし、これからもどんどん2ヶ月間あるんでもう100本超えると思います、うん、このスピード感覚で久保さんとやり取りしていくので、まあ、無料動画の中にも、うん、自分の人生を変えるために必要な要素っていうのが多分かなりあると思いますので、まあ、ぜひそれを汲み取って、うん、自分の夢目標を叶えるために、邁進してほしいなと思います。合宿がスタートじゃなくて今からスタートです。今変えられないんだったら合宿で変えられないですよ。もう一度言いますね。今変えられないんだったら合宿で変えられないです。たった1日2日で変えられないですよ。もちろん変えるためのインパクトがあるような話はしますよ。だけど今できない、2ヶ月かかってもできないことが、2ヶ月かかってできないことがたった1日2日でできるか、多分できないです。なので合宿は今からスタートしてます。なので、しっかりとですね、合宿までステージアップするように、自分の目標設定、そして、そこから逆算して今何をやるべきなのか、でもしその今何をやるべきかなのかがもし見えないであるならば、久保さんや僕にご相談いただければいいんじゃないかなと思います。まあ、合宿に参加する〇〇テスト、まあ、夢目標を決めました。だからこれに対してこれを達成するために期日を設けました。じゃあ3年でこれを達成する、じゃあ3年で達成するために何をしなければいけないのかとかね、分かんないですと。それ久保さんと僕とかに言っていただければ、まあ、その億万長者合宿の動画の中に入れるか、まあ、個別で動画撮るか、まあ、どっちになるかもしれないですけど、まあ、なんか回答はできますしね、はい、頑張っていきましょうということで、はい、4月27、28、お気をつけてお越しください。では今回はありがとうございました。